皆さんお疲れ様でございます。新型コロナウイルス感染者の状況につきまして発表いたします。2点でございます。まず1点目ですが、新たなクラスターの発生についてです。お手元にありますクラスター概要をご覧ください。番号欄112の症例欄にあります22名につきましては、知名町内の児童施設に関連する感染が判明いたしました。このため新たにクラスターが発生したと判断し、当該感染をクラスター110に関連として整理することといたしました。当該児童施設では手指消毒や換気を行っていましたが、利用者におけるマスクの着用が不十分だったと聞いております。当該施設等につきましては、感染者が発生して以降接触者の特定がなされており、現時点で不特定多数の感染拡大はないと判断し、当該施設等の名称は公表しないこととしております。次に2点目でございますが、昨日発表以降に確認されました28,518例目から28,768例目までの251例の方につきましてでございます。それぞれの概況等につきましては、お手元にお配りしてある資料の通りです。本日の鹿児島市発表分も含まれております。本日は新たに529名の新規感染者が確認されております。県内の新規感染者は1月に入り、県内各地で感染者が爆発的に急増し、本日は529名の新規感染者と、鹿児島市において発表されました2名の死亡者、新たに児童施設でのクラスターが確認されております。ワクチンを2回接種された方も油断することなく、これまでと同様マスクの正しい着用、こまめな手洗いや手指消毒、定期的な換気などの基本的な感染防止対策やを徹底していただきますとともに、外出の際には混雑した場所や感染リスクの高い場所を避けていただきますよう、県民の皆様お一人お一人に改めて取り組みをお願いいたします。発熱や倦怠感、喉の痛みなど少しでも体調に異変を感じた場合には、外出を控えていただきますとともに、早めにかかりつけ医等の地域の医療機関に相談していただくか、相談する医療機関に迷う場合には、お近くの受診相談センターに相談していただくようお願いいたします。本県における感染拡大を一刻も早く食い止めるためにも、今がまさに正念場でございます。本県の感染状況をご理解の上、皆様の命を守るために、引き続き強い警戒感を持って、感染防止対策にご協力いただきますよう、お願いいたします。私からは以上です。本日発表のクラスターに関する質問がある場合は質問をお願いします。南日本新聞の藤本と申します。今日のクラスターなんですけれども、利用者と、あとそれから職員と、あとまあ親族、このそれぞれの年代をちょっと確認をお願いします。はい、利用者の方につきましては10歳未満の方でございます。職員の方につきましては、50代ですね。親族の方につきましては、すみません、ちょっと今集計しますので、親族につきましては10代から30代となっております。利用者 そのマスク着用が不十分だった場面があるということなんですけれども、はい、これは食事とかのことを指しているんでしょうか。どうしても児童施設でございますので、そのマスクを日常的に徹底することが難しいということでございますので、食事の場面以外でも不十分だったというふうに聞いております。児童施設、これ以上その詳細には児童施設という内訳は教えていただくことはできないですか。はい、申し訳ございません。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。